女の名はアンコ。愚か者がここから出られると思うな。この嫌な感じはなんだっぺ。相当厄介な任務になりそうね。無限に続く螺旋階段で不気味な顔と遭遇した。巻き戻した。転送完了です。大きな大学だっぺな。なんかいけすかない男女がたくさんいるべ。せめてもう少しオブラートに包みません。彼女は時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。ふぅ、僕は眠いよ。来る前に20時間寝たって言ってましたよね。こっち任務ですから。本当に大丈夫かこの人。ささあんこさん、こちらです。ここは図書館だべか。はい、事件は図書館内で発生します。いました、彼が今回のターゲット、ドンクシーさんです。手にインクか。もしかして画家さんかなんかかな。はい、一瞬で分かってしまうなんて、さすがの洞察力すごいです。え、そんなことないべ。あ、しまった。あんこさんには一つ大きな欠点がある。褒められるとリコーダーをかき鳴らしてしまうのだ。こら、静かにしなさい。俺は僕には止められないべな。今すぐ外に出ろ。スマホン助けて。半分僕のせいでもあるな。しかし巻き戻しは、たとえこんな状況でも右目のタイムマシン、リトライアイを使えば今後一切できんだ。そんな、リトライ。時間を巻き戻し、やり直すことができる。図書館でリコーダーはアウトだよね。でしょうね。そうそう、任務の内容ですが、彼の名前はドンクシー、画家志望の美大生。あれ、あの漫画どこだっけな。図書室で本を探していたのですが、それから彼は忽然と姿を消して行方不明になってしまいました。愛の逃避行でもしたんじゃないかな。だってただの大学の図書室だよ。なんだ、扉。何か起こるわけ。あ、おっとべ。今掃除用具入れに吸い込まれていきましたよね。これは掃除用具入れに偽装された扉だっぺ。なんか恐ろしい雰囲気ですね。全然入りたくない。巻き戻して入る前にドンクシーさんを止めましょう。スマホ、そんなのときめかないじゃないか。はあ、ドキドキどん底、暗闇ミステリーツアー。うぎゃー。こうして僕とあんこさんは漆黒の暗闇の中に飛び込んだ。暗ー。僕が少し明かりを灯します。中は暗く、階段があるだけ。当然開かないよな。閉じ込められたってことですか。カードをかざせば開きそうな鍵がかかってるみたいだっぺ。とりあえず階段を降りて追いかけよう。道はそれしかないし。気をつけてください。何が潜んでいるかわからないですよ。嘘だろ、なんだよここ。どんちゃん、誰だお前。そう焦りなさんな。僕が来たからもう安心だって。なんで俺の名前を。いや、そもそもここ何なんだ。僕は時空警察のアンコ、君を助けに来た。さ、行くよ。よくわからないけど、一人じゃないと安心するな。漆黒の階段を降り続ける二人。その時だった。いやー、会議ファイル。あ、赤ちゃんが泣いてる。無理無理無理。ちょっと待つんだ。武器、あだ。あー、ドンクさんが階段を落ちていきます。リトライだっぺ。そのスマホ、もっと明るく照らせないのか。データベースに問い合わせてみたところ、この空間では75ワット以上の明かりは闇が吸収してしまうようです。やっかい。そしてこの先にもあらゆる罠が張られていた。うわー、今度は落とし穴。107回目。それでもあんこさんたちは罠を一つ一つ回避しながら階段を降り続けた。ごめん、少し休ませて。もう2時間以上歩き続けてるもんね。無理はないべさな。その時だった。また愚かな人間が入り込んだか。え、お化け。おとなしく俺に魂を献上しろ。体を通り抜けた。父ちゃん、逃げるよ。無駄だ、10秒後、そいつの魂は果てる。は？助かる道は一つ。その10秒の間に地上に出て光を浴びること。まあ、どんなに急いでも間に合うわけがないかな。ちょうど10秒。まあ、お化けの一人くらいいるか。貴様の魂もよこせ。まずい、アンコさん。キリッちゃん、そんな簡単にあげるわけない。
回目、それからアンコさんの終わりの見えない戦いが始まるも、メガトンパーンチ、物理攻撃は効かないよ。失敗。543回目、死んだふりだべ。え、今喋ったよね。確かな手応えはなかった。828回目、ふはは、所詮人間なんじゃその程度のもの。大丈夫ですかアンコさん。ごめんね、思った以上に苦戦しちゃってる。もうシュンって感じ。これまでも華麗に難しい任務を乗り越えてきたアンコさんなら大丈夫ですよ。え、おお、あ、やべ、なんじゃ。え、聴覚はあるのですか。これは新たな発見ですよアンコさん。まだ吹いてるや。うるさい。アンコさん、これは本当に10秒で天国行っちゃいそうな感覚あるわ。そんなこと言ってる場合じゃないです。あと2秒。リトライ。おいおい、本当にこのまま下に降りていく気か。喋るのはノーノーだっぺ。あの顔は他の換気管が機能してない代わりに聴覚が異常に発達している。だから音を立てなければ気づかれないはずだべ。するとあの謎の怪異は現れず。あそこに何かない。入り口についていたカードキーじゃないか。よし、あとは戻るだけだべ。行くよ、うん、なんとカードキーを手に入れることができた。それから二人は階段を上がり続けた。足が。もう少しだよ、頑張るべ。なんか聞こえないか。赤ちゃんの声ですか。そんな、赤ちゃんがこんなとこにいるはずないんだよ。あ、そんな声出せんの。ほら、残念だったな。これは飲み込ませてもらう。ここまで頑張ったのに。そんな、もう絶望的じゃないか。1001回目。何してもダメだってな。アンコさん、リトライアイは精神的ダメージを大きく受けます。使いすぎは厳禁ですよ。あれは SCP-087、 無限に続く階段で人を襲う怪異で大変凶悪で、過去に助かった事例が今のとこ報告されていないのが現状です。唯一希望があるカードキーも取られてしまうし、未来を変えられる確率は100万分の1。そう簡単には変わりませんからね。そうだけどさ、のんちゃん何してるの。あ、俺はこれでも路上芸術家として活動しててな、最後に俺がいた痕跡を残しとこうと思ってな。ふーん、絵がうまいんだってね。その絵の具は。ストリートアーティストはいつ何時でも筆と絵の具は大量に持ってんだよ。にゃるほどにゃるほど。そんなことよりあんこさん、今どうするか決めましょう。今回は諦めて作戦を練り直しますか。スマちゃん、僕は嫌だね。僕の体が動くまでは抗うのだよ。抗って抗って、その運命とやらに抗って、それでもダメだったらさ、払ってもう一回抗おう。え、結局解決はしてませんよ。いやでもね、もうクリアルートは思いついちゃったから、おしまい。え、いつの間に。ストライダベ。魂なら僕のをあげるよ。ただし僕に追いついたらね。俺を相手に小尺な女だ。アンコさん、いくらなんでもそれは。大丈夫、予定通りだって。今奴の体の中にはカードキーがある。え、行き止まりですか。ノロマンが貴様の魂もらった。嘘だ、アンコさん。ロック解除します。え、ここ扉開きましたよ。何。開けてくれてありがとうね。おお、なんでじゃ。脱出だみんな。お、こうしてあんこさんたちは暗闇から出ることに成功した。いやー、やっぱ光は人間には必要だっぺ。でもどうやったんですか。単純だっぺ、どんちゃんに塗ってもらっただけだからね。マジ、この扉を黒く塗ればいいの。うん、隅々までね。こうして扉を黒く塗ることで暗闇に擬態させ、壁だと思い込ませたのだ。だからあの顔は気づかずに突っ込んできたんですね。あの階段は闇が無限に続く、だから油断したんだってな。お、どんちゃん何してるの。いや、ここに誰も近づかないように絵を描いて、誰もいじれないようにしようと思って。まあ任務はクリアですね。それにしてもこれあんこさんに少し似てませんか。そうかな。芸術は一生残るからな、感謝も込めて。そしてその後、この絵が世界中が注目することになることを僕たちはまだ知らない。
ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見ようっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。